南中との同時展開が功を奏し、長安の吸収は成功。またこの時、蚩尤に富む魏将姜維を下し仲間に加えた。一方、南中の平定も無事達成。葬儀攻略の体制は盤石となった。ならば今こそ一騎加勢に葬儀の本拠たる巨匠を目指す。蜀軍は勢いを借り、長安からかつての都洛陽へと進軍した。洛陽は魏にとって西方からの侵攻を防ぐ要衝となる地。魏軍の堅守が予想されたが、蜀軍はさして抵抗を受けず進む。これも長安奇襲の効果と息上がる蜀の将兵たち。しかし魏軍を知る姜維はこの状況に不審なものを感じていた。不気味な静けさが包む旧都洛陽で蜀軍を待つものは何か。策謀の匂いの中を長鋒、漢口、馬体、姜維が駆ける。今日白薬、大使をなすまで突き進む。洛陽の先はすぐ巨所。魏にとってはここが最後の防衛線。この先やすやすとは進めまい。だが何があろうとも私が道を切り開く。漢口殿は一人で考え込んでいることが多い。一体何を考えておられるのか。漢口殿を子供扱いする気はないが、長鋒殿の世話焼きもわからんでもないが。漢口殿も長鋒殿もご立派な父上がいる。周囲の期待も並大抵のものではないだろうな。洛陽の進行は洛陽なんつってな。ここんとこ勝ち続きだな。この戦も楽勝、そうに違いない。姜維殿は麒麟寺といわれる才の持ち主とか、長安で味方になってくれてよかったです。姜維殿の才智と武は皆の期待するもの。この戦で披露してもらおう。この調子で行けば洛陽制圧など一瞬だ。味方本体の到着を待つまでもないな。この調子で洛陽は魏の西方を守る要衝と聞いたが、ここまで手薄だと拍子抜けだな。俺です。俺じゃーん、今日から隊長になったんです。家族のためにももっと出世しますよ。それで劉備殿のお役にも立てる。一石二鳥ってやつです。なんつうか流れ乗っちゃいました。もう何しても勝っちゃうみたいな。いやー、蜀の兵になって本当に良かったな。まさに快進撃。我ら蜀軍の勢いもう止まらない。さあ早く出陣の号令を。我ら皆闘志がみなぎっております。洛陽って昔は都だったよね。董卓に焼かれて今また戦場に。そう考えると悲しいとこだね。さっさと勝って先に進もうよ。漢口殿はあのような性格、それで長鋒殿はついつい世話を。一人前扱いしないのはある意味のことだ。それを長鋒殿はお分かりなのか。こうもあっさり洛陽に入れるとは。長鋒殿、何か嫌な感じがしませんか。さあな。ま、罠くらいあるだろうさ。けどお前の指揮がありゃ大丈夫だろ。しかし先の戦まで私は魏の将でした。その私に指揮を任せるなど一体。試してんだよ、お前の才と人間をな。変な真似すりゃ
皇族の本体がお前を撃つなんてな。冗談だよ。お前が敵の内情に一番詳しい。そんだけだ。王道殿も上将もお前を高く買ってる。あの人たちをがっかりさせないでくれよな。長宝殿、ありがとうございます。わかりました。必ずや期待に応えましょう。ああ、それより殿はやめてくれ。長宝でいい。教員、ああ、わかった。長宝、では始めよう。魏軍の陣容は概ね把握しています。本体の到着まで私の意図に従ってください。逃がさず撃ち取るぞ。おかしい。守りが落葉の守りはこの程度ではないはずだが、きっとこっちの後ろに落ち着いたんだよ。このまま一気に制圧しちゃおうか。
これ以上は持たぬか。どこで読み違った。さすがにまずいな。ヘイサヘイサ。ここから先は誰も通さない。いざ関暗国参る。お前はすでに私の術中よ。しなきゃ。いたぞ。敵はあそこだ。皆一斉にかかれ。敵の新手が来たならこちらから向かい叩くまで。観光殿ならきっと大丈夫だよ。こっちはこっちでやることやらなきゃね。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。できそうにないか。一旦引き、次の策を講じねばな。やる。ははっ、まさかここまで来るとは。こっちの準備は万全だ。ここまで周到な策を描く。さすがだな。我々は決して屈退はしない。それでも我が知力見させてもらおうか。どんなやり方もある。二白様、敵将が罠にはまりました。聞いたかい。あんたたち、ここで俺と遊んでていいのかな。俺を倒せたら罠の位置を教えてやろう。無論それも策だな。知りたいだろう。お見事。お仲間は特徴の人。まあまあ、もう間に合わないかもしれないけどね。急いでカンクを助けに行こう。必ず生きて合流すると誓ったのだ。敵将一人二人。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。はい、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 は
敵を侮った。感動召喚なものか。ただな、何でも一人で抱えるな。俺たちを頼れ。信じ合えてこそ一人前だ。行こう、みんな。よろしく頼む。救出し、宗妃を倒すぞ。ここに敵は来ないって聞いてたんだが、来ちゃったら戦うしかないかな。リバー市場ってんだ。忘れてくれて構わないぜ。ユニ、三名愛好戦況到着しました。長安からの部隊も南中衛星組も一緒です。おお、来てくれたか。でも恐れるものはない。さて、さっきのおめえを返上しないとね。私が可愛がってあげる。
げましょう。私に挑む。よかろう。かかってくるがいい。させてもらうぞ。やったぞ。この戦、私たちの勝利だ。ままならぬものよ。敵将討ち取ったり。よし、みんな発動だ。おお、いよいよ次は決戦だね。この天下に真の世を築くため、乱世を終えよう。私たちの手で。若い奴らを眺めるってのも悪くねえもんだな。世代をつなぎ、育て、託す、それこそが人の世のあるべき姿。願わくは戦の内容を託したかったが、それも目前だ。曹操を倒せば戦乱の時代は終わる。天下に生まれ来る全ての子らに穏やかな世を見せてやろう。